ゆきです。今日は、なんだろうな、家の靴、スニーカー、紹介できればなと思います。ただなんだろう、なんかめっちゃレアなやつが出てくるよとか、そういうわけじゃないんで、散歩中です。はい。普段なんかこう散歩しながら、いろんなこと考えてます。散歩めっちゃ好き。なんかね、これ普段のね、散歩コースなんだけど、自然豊かでいいよね。なんか、これ2時間ぐらい花を見てたりとかしますよ。でもまあ、家の一部ですけどね、生活においても仕事においても、すげえ大事なスニーカーなって。どういう気持ちでそれを履いてるのかとかね、なんか知ってもらえればいいかなと思います。普段カイチとかね、一緒に散歩するんですけど、今日は一人カイチと歩いて帰ろうぜみたいなので、歩き始めたのが最初きっかけかもしれないね。コロナ禍とかマジで毎日散歩したかも、カイチと。なんかいろんな話しながらこう歩いていくのってすげえいいっすね。コロナ禍で得た趣味の散歩。じゃあ家に向かっていくぜ。どこだここは。これどこだ。帰りますか。じゃあ家行きますか。行こう。行こう。靴箱っすね。で、これ自分で作った靴箱なんですけど、これ足が 26.5 で、それになんかこう一番しっくりくる綺麗に収まるやつを測って、4足で4段なるように自ら設計し、木を買いに行き、塗り切り、作った思い出の靴箱ですね。思い出なんていうか、そんなに難しいことはしてないんですけど。で、カイチと二人で、作ったんですけど。カイチ二人で作ったっていうかね、もう設計、デザイナー、作業員みたいな、カイチがね、みたいな感じですね。構図で言うと。で、これができて。で、うちは、なんて言うんだろう、ここ中2階なんですけど、1畳ぐらいスペースがあるんで、この靴箱をね、作ったんですね。何年前だろうね。2年前くらい前ですか。です。あ、刺さった。いた。刺さりました。さあ、そんな感じです。で、こだわりポイントで言うと、ここに、4×16足、靴が入って、で、ハイカットも収まりますよ、と。っていう感じで、上が、6足用、4列、置けるようになってます。他にも靴箱あるんですけど、靴箱あるっていうか、なんですけど、これごく一部。で、ここには、見えてるところは、ダンク。ナイキのダンクなんですけど、99% ぐらいナイキのスニーカーで、ちょろっと、コンバース、US コンバースとか、あったりするんですけど、僕はどっちかというと、スニーカーヘッズってわけじゃないです。なんかそう、スニーカーめっちゃコレクションしてるとか、じゃなくて、自分が単純に履きたい靴を集めてるっていう感じですね。だから、なんかすごいレアなスニーカーばっか集めてるとかいうわけでもなく、全部履くスニーカーですね。なんかこれは見栄えいいからこうしてるだけで、なんかすげえ飾ってるとか、見て楽しむ系じゃなくて、なんか別に防水スプレーとかしてないし、その履いてちょっと汚れてく様もなんかかっこいいかなっていうのが僕のスニーカーの方ではあります。なんで別にすごいプレーンでついてるやつがあるわけではないんで、そこだけはなんか見てくれてる人ちょっとあれみたいな、もっといいの出てこないのかなとか、そういうのじゃなくて、僕は単純にシンプルにこういうスニーカーがかっこよくて好き、履きやすいっていうのが今回伝えたいことです。まずなんで俺がナイキが好きかっていうところなんですけど、一番ね、多分最初に好きになったのは
僕小学校から高校までサッカーさせてたけど、僕の永遠のヒーローはロナウジーニョだったんですよ。ロナウジーニョはずっとナイキを履いてたから、僕は昔からナイキのなんかスパイクとかトレシューとかスニーカーが一番こう身近な存在ではあったし、僕が憧れてたスーパースターが履いてたものだから、それでかっこいいなっていうのがまず一個。それと、まあ大人になってからまあいろんなスニーカー履いたりとかもちろんあるんですけど、まあ仲良くなった友達、ゆうやっていう、まあ、最強にイケてる友達がいるんですけど、ゆうやがもともとっていうか、ナイキで働いてて、ナイキの PR やってて、で、やっぱ、ゆうやがいつも履いてるスニーカーが超かっこよかったんですよ。だから、やっぱナイキかっこいいな。っていうので、僕が一番最初に買ったダンクはこれなんですよ。ナイキのスニーカーこういっぱい買うようになってから、歴はそんなに経ってないんですけど、まあこれが一番最初に履いたダンクですね。めっちゃかっこよくないですか？色味とか。こっから、沼です。沼。だから、いろんなスニーカー履いてたんですけど、全部あげちゃって、で今は、その相手しかないんですけど、ほぼほぼ。唯一、仲いい先輩にいただいた、US コンバースが、椅子がありますが、それも大事に履いてます。思い出のある靴、行くか。思い出の、あ、でもさっきも紹介したけど、もう本当にこれ。これが僕のナイキのすべての、この今あるナイキのやつの始まりと言っても過言ではないスニーカーで、それこそさっき言ったみたいに僕コレクターじゃないんで、なんかそんなに昔の靴いっぱい持ってるとかそういうのじゃないんですけど、やっぱかっこよくて履きやすいっていうのがやっぱダンクの最高にいいところ。やっぱね、ついてるやつは高いかもしれないですけど、定価は本当に1万2、3000円とか買いやすいっていうのがあって、もうここから始まって全部こうなっていったわけですけど、まだ本当はもっとあるんですけど、こうなっていった始まりの靴は、これですね。これで、もう一個思い出があるので言うと、これ。もうこれもさっきのやつの色違いで、ネイビーなんですけど、これは本当に、カイチと、専門学校の時の友達の結婚式が福岡であって、で、それ、行ったんですよね、結婚式に。で、結婚式終わって、じゃあ帰ろっか、の前に、ちょっと時間あって、街プラプラしたら、たまたま売ってたんですよ。エビシマとか。買いましたね。すぐ。なんか僕、手荷物持つのが嫌なんで、普段、なんか旅行先とか何も買わないんですよ。お土産とかも買わないし。なんですけど、お、やば、あるじゃん。履いたらもう買ってました。そしたら、カイチも買ってました。うん。だから、お揃いです。これ、返してお揃い。他にもあるよ、多分。これも多分、ね、あいつ持ってるし、これも持ってるし、あとは持ってないか。でも持ってるの多分めっちゃ被ってるのいっぱいあるんですけど、まあでもそれはそれで、なんかいいんじゃないかなと、思います。お揃いの靴、でもいいじゃん。かっこいいじゃん。で、あと、これ。ダンクのね、バーバーモデルなんですけど、で、これは、めちゃくちゃ思い入れがあって、ナイキが初めて、なんかこう、サポートというか、ギフティングしてくれた靴で、まあ、このバーバーモデルになってるところが、まあ、この僕の美容師やってるっていうところと、まあ、重なって、ナイキ応援してくれた部分ではあるんですけど、まあ、これもね、めちゃくちゃかっこいいし、初めてやったヘアショーで履いたっす、これ。本当になんか、すごい思い出ある、靴。なんかいい、なんて言うんだろう、経験になったとこの一部だし、まあ僕の一部みたいな靴なんで、かっこいい靴履いてかっこいいショーやらせてもらえたなっていうのはあります。だからね、君はすごい感謝してるし、なんだろう、もっとね、いっぱいいろんな靴履きたいなって思います。かっこいいでしょ。これ普通のやつと違うもんね。なんていうかわかんない。かっこいい。で、これは色違いもあります。白。白は金なんでね。かっこいいね。でも、マジで営業中ガシガシ履いてるから、超、なんだろう。汚れずに取ってるっていうよりは、履きまくってる。靴たち。で、まあなんか、癖っていうかあれわかんないけど、僕なんか多分白黒結構もともと好きなんですよ、こういうの。
うん、もうちょっと結構汚れてるけどね。これね、あのいっぱい持ってるんですよ。なんか見つけるたびに買っちゃう。なんかまあみんななんかもともとね、エアフォースワンはこう代々履き替えていくみたいなあるじゃないですか。それと一緒で、多分ね、これ3足ぐらい持ってるし、これ2足かな。こっちも3足ぐらいあるかな。ワンチャンあるかもしれない。ちょっと何を何足持ってるかちょっとあんま把握してないですけど、基本的にはその履く用、履き潰したら履く用なんで、同じの何足か持ってたりしてます。こいつももう1足持ってるかな、多分。なんで、いっぱいいい靴履いて、いい仕事ができたらいいなって思ってます。まあ、いろんなとこも行きたいしね。やっぱ靴がかっこいいと、ね、仕事もやる気出るし、まあ、お客さんに対して、お客さんというか来てくれた人に対して、なんかいいパフォーマンスができるかなとは思います。はい。で、そのためにこれですよ。ラグマット。かっこいいですよね。キックスオブザデイ。これね、ケケラグっていうところで作ったんですけど、うわ、ちょっと毛が汚れてる。よし。ね、ラグマットなんですけど、お手製で、ケケラグっていうところで、作ったんですけど、僕の友達の夏希くんっていう子に、どういう文字がかっこいいかっていうのを聞いたときに、これいいんじゃないかって教えてもらったんですけど、まあ今日はこの靴と一緒にいるよとか、なんかそういう、なんかちょっとかっこいい、一日こいつが相棒だよみたいな意味の言葉なんですけど、で、この裏をね、これが僕の愛してやまないダンクの裏、イメージして作りました。ちょっと自分でやったんでね、そこまで再現性は高くないかもしれないですけど、まあこれが、まあ朝気合入る一発目のラグマットですね。なんか僕こういうのもすごい大事だと思って、まあ一日のね、始まりをここに靴をこう置いて、これで行くぞっつって、っていうのがね、大事かなと思います。では、今回は、ダンク編だったんですけど、まあ本当に僕が一番好きな靴だし、まあ本当一部なんですけど、本当はね、全部見せたいし、他にもあるんですよ、実は。ここだけじゃなくてね。他にもあるけども、まだまだありすぎるんで、一旦今日は、ここ。まあ、その僕がよく履く靴たち、って感じですけど、まあ、みんなもよかったら、ダンク履いてみてください。履いて、めっちゃいいから、マジで。気合入る靴です。じゃあみんな、また次回、今度は AJ1 でもやろうかな。だけど、まあ、最初はダンクを持ってきたんです。I love Nike。待ってる。待ってる。待ってる。